木の花ドームは宮崎県宮崎市の宮崎県総合運動公園内にある木造ドーム。名称は立地場所である木花の地域名と日本神話のこの花のくや姫にちなんで付けられた。多目的施設として使用され、読売ジャイアンツのキャンプ時には、雨天時練習場としても使用されている。2014年10月1日より5年間、宮崎県総合運動公園が、 霧島酒造と命名権の契約を締結したのに、伴い本施設も霧島儀の花ドームの名称となっていた。2019年12月に霧島酒造に代わり、メラ電気産業が宮崎県総合運動公園のネーミングライツを獲得したが、愛称に社名を入れず故障を、ひなたきの花ドームとし2020年4月より使用されている。木造ドームとしては、 国内第3位の規模を誇り、宮崎県産杉を約7400本、相当使用している。柔らかい材質の杉材を用いたドームとしては、日本最大である。柔らかい杉は、通常のネジでは、緩んでしまうため、杉の固定にはネジを用いず、杉に小さな穴を開け、その直径よりやや大きい鉄の棒で木材を固定する、木殺しという技術を用いている。 全面人工芝敷。完成は2004年。ソフトボール、軟式野球、硬式野球、サッカー、フットサル、ゲートボール、コンサート、展示会など。読売ジャイアンツの春季キャンプでは、雨天時にサンマリンスタジアム、ヒムカスタジアムで練習ができない場合に備えての、予備会場として使っている。またアリーナ内には、軟式野球とサッカーラグビーに対応した。 スコアボードパネルが設置されている。宮崎市内の市立、法省中学校が体育祭の会場としている。ありがとうございます。